木下義介木下義介1月21日から1972年8月21日は日本の政治家内務官僚衆議院議員声優会計感染県知事初代諫早市長旧姓は宮本長崎県出身宮本源流の4男として生まれ木下慶太郎の養子となる第5高等学校を卒業 1914年11月、文官高等試験行政科試験に合格。1915年、東京帝国大学法科大学英法科を卒業。内務省に入省し30県属となる。以後、香川県警視、兵庫県警視、島根県書機関、警察部長、広島県書機関、警察部長、熊本県書機関、警察部長、愛知県書機関、 警察部長、兵庫県書記官、警察部長、青森県書記官、内務部長、山形県書記官、内務部長、警視庁書記官官房主事などを歴任。1931年12月、犬会内閣が成立すると、宮崎県知事に登用された。1932年5月、日向中央銀行と宮崎銀行が営業休止となり、新銀行、 日向工業銀行の設立を指導し、県内経済の安定を図った。1933年6月、香川県知事に転任。瀬戸内海の国立公園指定に尽力した。1935年1月に知事を退任。同年10月に退官し、帝国水難救済会理事となった。1940年、伊佐林発足により、初代市長に就任。 1942年4月、諫早市長を退任して、第21回衆議院議員総選挙に、長崎県第1区から、翌3政治体制協議会推薦として出馬し、当選。衆議院議員を一期務めた。その他、内閣委員、大東亜蘇委員を歴任。戦後、翌3政治体制協議会推薦の衆議院議員で、あったため公職追放となった。 ありがとうございます。